はいどうも、登る巨人です。今回も引き続き八幡沢大滝エリアで、登った動画をお届けいたします。今回の動画はですね、Shame on You 10C という、ルートになっておりまして、こちらは、2ピッチ、の構成となっております。はい、2ピッチで合計35メーターぐらいのルートなんですけれども、はい。こちら1ピッチ目を今登っているところですね。1ピッチ目が 10B、15メーター。で、その後に、10C、20メーターぐらいのルートが続きます。はい。で、まあ、60メーターロープで、まあ、ギリギリ降りれるってトップに書いてあったので、今回はピッチを切らずに、通しで、登ってみました。はい。2ピッチ目のコーナークラックがね、結構かっこよくて、まあ威圧的な感じだったんですけど、1ピッチ目、10B のパートはですね、まあ作業していく、まあクラック、コーナークラックっていうのかな、ハンドサイズぐらいの、まあ、ハンドよりちょっと大きいかな、ぐらいのクラックが続いていました。ただですね、そのクラックにはもうほとんど、木々が生い茂っておりまして、まあ半分以上はそのクラック使えない感じだったので、はい。その左側の、まあフェーススラブですね。そちらを、ほぼほぼ登るっていう感じでね、1ピッチ目登りました。はい。まあこれミックスルートでちょいちょいボルトが、まあ打たれているので、はい。まあそちらを使いながらね、登ったって感じですね。まあその右側に見えてる、まあクラック、まあ木々が生い茂ってるんですけど、まあそちら掃除すれば、まあ1ピッチ目に関しては別にボルト使わなくても、ナチプロだけでも登れるかなっていうような印象ですね。はい。まあトポにもですね、まあ、クラック沿い登る、あとはスラブに出て、登るって、まあ、二つ行き方が書いてあって、別に、どっちで行かなきゃいけないっていう、まあ、指定はないっぽいですね。まあ、登りたい方から、登れる方から登るっていうような感じでしょうか。うん。で、前回の動画までは、クタクタのフラッグシップ LV で登ってたんですけど、まあ、今回スラブと、そのコーナークラック登るってことで、ちょっとエッジングが必要そうだなと思って、キメラで登りましたが、まあ結構これがね、まあ失敗ではないけど、うん。まあ割と長いルートだったんで、ちょっと僕のキメラ結構、攻め攻めなんでね、もう後半足が痛すぎて、ちょっとやばかったですね。はい。早く靴を買わねばってこの時思いましたね。まあクラック用ないし、まあ長く履いてられる靴が欲しいですね。やっぱクラック慣れてないこともあって結構やっぱ時間がかかっちゃって、なあ、どうしてもね、足痛くなっちゃいますね。うん。1ピッチ目、今登ってるんですけれども、こちらは、適度にホールドもあって、右側のクラックも、まあ、しっかり、持てるような、まあ、ジャムもハンド効かせられたりとか、まあ、レイバックで登れるぐらいのね、ルートでございました。はい。で、不慣れなカムセットをね、しているわけですけど、これはね、効いているんでしょうか。はい。青なんで3番かな。うん。3番2本ぐらい使ったかな。1ピッチ目で。うん。まあ2番でもよかったかもなーって今動画を見ながら、思っております。うんうん。八幡沢大滝はね、人が少なくて快適に登れるんですけれども。まあその分、掃除が行き届いてなかったりとか、
岩がもろかったりとかっていうようなね、ところもありました。うん、1ピッチ目はそうでもなかったんですけどね、2ピッチ目のね、右のフェース、まあこの画面左の、登ってるね、後ろからの動画の右側の黄色い加工岩のフェースがちょいちょい脆くて、何回か足踏み抜きましたね。ボロって感じで足がいなくなってしまうっていうのはちょっとあったかなって感じです。はい、まもなく1ピッチ目が終了ですね。まあこの辺になってくると顕著なガバが出てきて、まあ普通にやってりゃ落ちないっていう感じでした。でこの1ピッチ目の終わりでね、結構休めるのかなと思ったら意外とこう居心地が悪くて、はい、そんなに長くは休めなかったなっていう感じですね。あ、もう足が痛い。もうこの時すでに足は結構痛くなってしまってて、一回ピッチを切ろうかどうかすごい迷ったんですけど、まあせっかくだしオンサイトトライだし、まあ行けるとこまで頑張って行こうっていうか、まあなんなら登り切ろうっていう気分でね、今レストをしているねところでございます。まあこういう、まあなんて言うんでしょう、比較的まあマイナーっていうのかな、僕が知らないだけかもしれないんですけど、まああんまり有名じゃないルートは情報が少なくていいですね。なんかこうやっぱりね、こう情報が事前に入りすぎるとね、こう冒険感が薄れて、こう心の準備ができた状態でね、こうムーブを起こしていくことになるんで、何が出てくるかわからないのに対応するっていうのはすごい面白いですね。その分もちろん大変なんですけれども、このおっと思ってたんと違うみたいな、そういうのがねいいですね。まあ、コーナークラックということでですね、まあレイバック気味にこのクラックをね、登っていったんですけど、レイバックでのカムセットってちょっと難しいんですね。すごいうまくできなかった。そしてこれ、この2番ちょっと効いてなさそう。開きすぎな感じしますね。ちょっとしくったなって感じ。下で使った3番を1個取っとくべきだったなと思いながら、ちょっといいところを探したって感じですね。まあ、少し下の方にセットしたら大丈夫そうでした。はい。まあ、ここ上手な人は多分こうカブ、このコーナークラックのカブはハンドジャムとかして、うまくムーブを起こしていくのかな。うまく、なんかこう、フットジャムもあんまりこう、うまく決めれず、楽ができなかったって感じですね。結構しんどかったな。もうこっからはもう必死です。今まで培ってきたフェース力を存分に発揮してなんとか突破しようと試みているところですね。で、このコーナークラック、すごい、よくできててっていうか、徐々に細くなってくるんですよね。最終的には閉じるんですけど。で、なんかこう、まあ、パラレルじゃないとこもあって、振り出してたりとか、結構カメも丁寧に場所を選んでやっていかなきゃいけなくて、非常に面白かったですね。もう、ほぼほぼこのジャムもできずに
レイバックゴリ押しって感じで。どうやってやるんですかね。なんか両足フットジャムとか決めたかったけど、もう全然その体勢になれなかったですね。やっぱレイバックだと無理なのかな。うまくジャム決めてあげないと、こう体正面に入れないって感じですよね、きっと。多分両手でしっかりとジャムってれば、しっかりフットジャムができるのかな。レイバックだと体が右側に行っちゃうから、あ、右側じゃねえ。このルートだと左側に体が行っちゃうんで、フットジャムが入れづらいと。そういうことなのかな。うん。この75はね、多分効いてなかったですね。もうちょっとね、決め直す余裕がなくて、上にガマが見えてたから、もう、ちょっともうここは、ナムさんって感じで、落ちませんようにって感じでムーブを起こしていきましたね。最近こう、長いルートやってなかったりとか、あとはまあほとんどジムでリードしてないんで、もう持久力結構落ちてる感じで、まあもうこの辺で結構パンプしてましたね。このガバで休めるかと思いきや、なんか結構足が乏しくて、ベストもね、きつかったっすね。全然休まんなかったな。改めてレスト下手だなって思いながら登ってた次第でございます。で、ここから上にはボルトが3本ぐらいあって、まあクラックはもう完全に閉じるような感じですね。まあ横隔というか、まあ、スラブを、細かいホールドをつないでね、登っていくっていうような感じでした。なんかこう、クラックのグレード、ちょ、ほんとよくわかんないですね。なんか 10C とはって感じだったなぁ。なんか、11ぐらい登ってる気分だった。クラックグレード意味わかんないっす。そう。で、このコーナークラックが終わって、あとはスイスイかなって思ったんですけど、実はこの後が一番悪くて、ここ落ちるかも。このね、ガバフレークからスラブ、横隔スラブにこう入っていく、2手ぐらいがね、悪かったですね。状態が悪い。ここでね、よし、行くぞと、ムーブをね、起こすんですがね、思ったより悪くてね、これ、あ、やばいぞって、ちょっと様子がおかしいぞっていう感じで一回戻るっていう。思ってたのと違ったって感じ。見た目通りというか、見た目以上に、ホールとか甘くて、あとはまああんま登られてないこともあって、すっごいシャリシャリしててですね。ぬめった指には結構きつかったですね。ホールドがあんまり効かなくて。さあ、これはね、仕切り直して、もう一丁ですね。いや、このドキドキ感ね、たまんなかったですね。落ちたくないっていう。登りきるぞーっていう結構強い心を持って、再びね、ムーブを起こして、行くところでございます。さあ行きますぜっていう感じで、結構無理くり握り込んでハイステップって感じですかね。手に足でギリうまく入り込んだ感じでしたね。もう必死よ。岩だけだらけだし。もう結構もう手も足もね、シャリシャリの岩だけだらけで、まあ汚かったですね。うん、まあ、そんなこともね、
まあいいスパイスとして機能してるっていう感じで、まあなんとかこう立ち上がれて、あ、よかったーって感じでしたね。まあこっから先はね、まあ大角になってるんで、落ち着いてやれば、まあまあまあ大丈夫っていうような感じだったんですけど、もうとにかく足が痛くて、早く登り切ろう、早く登り切ろうっていう感じでしたね。いや、35メーターは長いね。うん。途中で切って一回休むべきでした。ただね、このシェイムオンユーはね、ちょっとグレードはよくわかんないんですけど、すごく内容的には、うん、面白かったですね。そのコーナークラックパートが、まあ、その、クラック登りと、あとはフェース登りと、まあ、ミックスになってる感じで、まあ、いろんな要素が入ってて良かったですね。まあ、最後のドキドキ、岩岳スラムもそうだし、うん。まあ、クラックの天使っていうのももう、どれぐらいの人がやるのかちょっとよくわかんないんですけど、まあ僕も結構ギリギリのギリだったんで、普段ボルトルートで天台やってる人ができるのかっていうのはちょっとよくわからないんですが、クラックお好きな方、そしてスラブが好きな方はね、ぜひやってみていただければなと思っております。はい。そんなこんなで無事に終了点にね、たどり着きました。いやー、ギリギリでしたね。マジでギリギリ。うん。いや、よかった。あれ？なかなか、ピークというか、ね、トップからの景色は、良かったでございます、うん。天気良くてね、烏帽子岩方面とかも結構見えて。まあ、この映像じゃわかんないけど、肉眼だとこう、登ってる人も見えて面白かったですね。はい。いや、長い動画でしたが、今回もね、最後までご視聴いただきありがとうございます。ぜひね、チャンネル登録や高評価、よろしくお願いいたします。またね、岩場でお見かけの際は、ぜひお声かけください。よろしくお願いします。それでは、またねー。